ギターを始められて、えー、まずコードを覚えて、えー、コードきれいになるように練習しているとですねすぐに指先が痛くなってもう練習が嫌になるという方少なくないと思います。でこれですねギターを始められたばかりの方がどうしてすぐに指先が痛くなるのかについてある発見がありましたのでそれについて今回はお話ししてみたいと思います。で本日ですね、えー、レッスン2回目3回目目3ぐらいの えー、ギターを始められたばかりの頃小学生の生徒さんと、えー、一緒にですね、えー、C メジャーとか G メジャーのコードの押さえ方っていうのを一緒に練習していたんですけれどもその時にですね、えー、その生徒さんと同じ動作っていうのを私もやってみたんですねでその時にある発見がありました。YouTube 上でもでもすね まあこれどうして指がえこうずっと弾いていても指が痛くならないんですかみたいなことでそういったえ内容の解説されている方多いと思うんですが大抵の場合ですねまあ弾いているとそのうち指先の皮が厚くなってえまあ長時間弾いていてももう指痛くならないとかそういった内容の解説が多いと思います。でも本日ですねそうやってギターを始められたばかりの方と一緒に練習していて発見したことがあるんですが例えば C メジャー 形を覚ええまましててて押さえてこう弾いてみますでも大抵の方がですね、えー、押さえてこうピックで弦パッとこう引いた時にきれいに音が鳴ってくれませんよね。でそうなるといろいろですねこうあっ隣の弦に指当たってるのかなみたいな感じでいろいろ観察しながらですね悪いところを見つけていくんですがその間ですねずっとこれ C の形っていうのを力を入れたまま押さえっぱなしの状態が続くんですね。 で時間にするところ30秒とか1分、もひどくなると2分3分はもうこの形のままで力を入れたままでずっと押さえてるんですね。で、これ私も実際真似してみたんですけれども力をぐっと入れたままの状態で1分2分3分やってみてください。もういくらですね、えー、長年こうギターを弾いてきて指の先の皮が熱くなったとはいえですね、さすがに私もそれだけ長い時間ぐっと押さえていると指先痛くなりました。 ですからもうこれですね初心者の方が指が痛くなる原因の大きな原因の一つとしてその同じ形を長時間続けてしまっているからというふうに言えると思いますですから特にですねギターを始められたばかりの方っていうのはその点にですね注意していただきたいんですねですからまあ改善策としましては、まあ、コードを覚える時ですね一つだけ を覚えるんででではなくて何か3コード何でもいいですね C とか Am とか g メジャーとかそれぐらいの3つのコードぐらいをですね覚えていただいて一つ一つのコードはですね同じ形をずっとこう長時間押えるっていうことがないようにそこを意識してですね練習していただけるといいと思いますでやはりギターの弦がですね常に同じ箇所 1>, 1点にずっと力が加わるとですね。手はやはり指の先っていうのはもうすぐに痛くなります。で、これ気をつけていただきたいんですけれども、これ結構長い期間ですね。ギター歴が長い方でもあると思うんです。けれども、例えば録音したい時ですね。もう綺麗な音でこう伴奏を入れたいとなった時っていうのが、もう。本当に何十回とか。もうひどければ100回200回引き直すようなことがあると思うんです。けれども、やはり同じ箇所に弦。弦 の圧がかかり続けるとですねもうひどい場合はこの指先の神経ですね神経がこう損傷してしまって何かこう触っても感覚がなくなったりですね指先がしびれたみたいな状態これがもう引き終わっているのに続いてしまうっていうことがあります。でこの指先の神経もですね損傷が激しいとこれ数週間とかですねそれ以上期間が経たないと指先の感覚が戻らないということよくあります。 だからそうなると本当に練習自体も楽しくなくなりますのでえとにかく最初のうちはですねえ同じところに同じ1点にですねこう弦のえ肩がつくような弦の圧力がかかるようなえ時間をとにかく短くしてやるっていうのが大事ですね。ですから最初のうちはどうしても音が鳴らないのでずっと同じ形で押さえてしまいがちですけれどもそこはですねやはり常にこう時間を意識しながらですねあちょっと押さえすぎたので。 えー、一度リセットしようっていうい形でですね、えー、まずはパッと、えー、弦から指を離すという動作ですねある一定の時間が経てばもうパッと離すで本当に痛さがこう蓄積する前に離してやるっていうことが大事だと思いますで先ほど言ったみたいに、えー、いくつかですね最初のうちからコード3つぐらい覚えるようにして まあできるだけコード1つのコードだけじゃなくて3つぐらい押さえ直しながらですね弾く練習をしていくっていうのが、えー、いいと思います。でもちろん最初に言ったようにですねやはりこう、えー、長い期間弾いていると、えー、当然指先の皮も丈夫になってきますのでやはりそうなってくるとですね、えー、確かにこう指先の痛さは感じなくなってきますのでまずはそういう指が出来上がるまでですねおなるべくこう痛みを感じずに。 練習できるといいと思いますギターを始めてみたけれどももうすぐに指先が痛くなるので練習が嫌になっているという方もですね、今回解説したこと一度意識しながら練習をしてみてください以上で今回の解説を終了いたしますこの度はご視聴いただきまして誠にありがとうございました